在宅歯科カレッジ11回目を始めていきます。在宅歯科カレッジでは訪問歯科診療に関する情報をお届けいたします。まずは訪問歯科を導入するための情報を優先してお届けいたします。この動画は歯科医師の先生、衛生士、事務さんに向けての動画になります。今回は訪問歯科の患者さんは外来を行っている先生の方が有利って本当？という話題です。最近来なくなった高齢の患者様いらっしゃいませんでしょうか？もしかしたら体調が優れなくなり歯科医院に通うことができなくなってしまった可能性があります。本当は歯科診療を必要としているのに治療を受けることができなくなってしまっているかもしれません。まず現在来られなくなった方のリストを作ることをお勧めいたします。年齢としては65歳以上の方を対象にした方が良いかと思います。65歳以上の方には介護保険証がお手元に届く年齢です。そのリストの方に連絡してみると、もしかしたら歯科診療を必要としているけれども通院ができていない方がいらっしゃるかもしれません。65歳以上の患者様ですと、ケアマネージャーさんがいらっしゃる可能性もあります。もし、問診票などで聞ける場合は、ケアマネージャーさんがいるかどうかも聞いておくと良いかと思います。ケアマネージャーさんがついているということは、介護保険を利用してサービスを受けているということになります。今後、訪問診療が必要になる可能性が高い方ということが現状でも分かることになります。最初述べさせていただきました。訪問歯科の患者さんは外来を行っている先生の方が有利って本当？という話題ですが、この話は本当です。では、なぜ患者様が相談してこないかというと、訪問歯科診療あることをご存じないからです。医院なので掲示して周知していく必要性もあると考えております。ご清聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録をお願いいたします。